Welcome to the store. I'm Big Romachin. Today we're gonna learn Japanese with Golden Taga-san. Let's go! Today I'm gonna teach Romachin what of Japanese food. Gyudon を書いてください。スタート。はい。お、お、いけそういけそう。お、覚えてる、ちゃんと。この前の V ケット回った時のやつですよ。おっと、これはなんだ？ん？あ、お箸か。あ、いいと思います。だーっと、もっと肉の感じ出してもらえるとわかりやすいかもしれない？肉とご飯。これうどん、うどん書いてないローマ字。違うよ、ご飯だよ、お米だよ、お米。うどんじゃねって。うどんじゃねえんだって。じ3、2、1、終了。ローマ字。はい、です、です。これは何ですか？うどの？うどの？うどの？うど、うどのって何ですか？あ、うどの、it's うどん、but no、違う。あ、sorry。なぜなら、うどん、違う、うどんの。うどんではない。なるほど。Yes. うどんではない。うどん。あ、ではない。はい。Yeah. No is ではない。はい。はい。正解は、牛丼を書いてほしいという出題でした。ちなみに牛丼は、こんな感じ。おにぎり。書いてください。スタート。おっと、いきなりなんか違うぞ。真ん中分けていく。ちくわ？いや違うな。これは調味料？ね、もうちょい三角形だったりするかな。うさぎ？うん。あ、猫？違うか。はい。うさぎが、横にいるからの、うさぎ、左側、何？ちくわ？はい、3、2、1、終了。ローマ人。はい、です。これは何ですか？あなたの、あ、私の、うさぎ名前はおにぎりです。first choice はおにぎりフードです。あ、なるほど。多分それは鉄火巻きとか太巻きとかそんな感じの食べ物ですね。あ、これは海苔を巻いてるんですか？ご飯に。海苔を。あなたは、彼は巻きですか？巻き寿司。そうですね、巻き寿司ですね、左は。うん。おにぎり。
彼はおにぎりです。ちなみにおにぎりはこんな感じ。お好み焼き書いてください。スタート。お、分かってる？これは。お、これ正解ではいい感じ、いい感じ。そうそう、マヨネーズ的なものがかかって。え、なに？え、受け、どこに受けたの今。ソースもかけていく、箸も入れる。ちゃんと指もつける。お、ディティールが素晴らしい。は、箸の持ち方が違うな、これ。うん。いやでもこれはお好み焼きを理解しているぽい。3、2、1。終了。これマジ？はい。宮崎とマイヤ。これは何ですか？お好み焼きです。正解。彩りも良くて素晴らしいと思います。これはお好み焼きです。ちなみに。本当のお好み焼きはこんな感じ。私の、友達ゴネタカさんはインバイトトゥジャパン日本。So what I wanted to say is、me and ゴネタカさんWe invite you to come to Japan to study this amazing language because you need to explore and see new things. Because from new things, you might find your own interest and path. Future. Japanese food has complicated culture and history, but they are so delicious as well.Come to my country if you like after Corona. 銀行を書いてください。スタート。銀行。ほら。銀行。シェルが。Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us comment and subscribe our channel. See you in next video.